空き家を放置すると様々な問題が発生します。庭木は数ヶ月で生い茂り、近隣住民に迷惑をかけるばかりか、何代にもわたって放置すると相続も困難な状況になってしまいます。そうなる前に空き家は定期的に手入れをしましょう。空き家の管理について家族で事前に話し合い、相続手続きをしっかりとしましょう。わからないことがあれば厚木市役所住宅課へご相談ください。空き家を減らして住みよい町へ。